GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。クロイです。10エッセンシャルズ、クロイにとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。レッツラゴー。ボーカル内田のアイテムはこちら、オーディオインターフェース。はい、こちらのオーディオインターフェースですね、我々曲を作る人間にはですね、なくてはならないものでして、ギターとかマイクからの信号をアナログからデジタルに送り込む機械がこれなんですね。この機械をですね、良くすれば良くするほど普通に音が良くなる。最近この新しいインターフェースを買いまして、毎日このインターフェースに感謝して使っているというアイテムでございます。でも高いんでしょ。高いです。おお、いい音がする重さします。よく持ってきたね。今日のために普通にケース買いました。マジだ。普通に今日持ってくるときめちゃめちゃビクビクしてました。そうだよね。こんな貧弱なカートに乗って電車でゴロゴロ持ってくる。電車で持ってきたの。そう、俺の命なので。やめや次のアイテムはこちら。映画のグッズです。私が使ってたこの杖なんですけれども、誰の杖か分かったりする。結構むずい。マルフォイ。あ、そう。中学生のあたりずっとなんかハリーポッター本当に大好きでして、作中に出てくる杖みたいなものがですね、大量に家にあったんですけれども、今残ってたのがこれだけっていう。はい、そしてですね、ジュラシックパーク、私が大好きなラプトルちゃん。で、これが3のスピノサウルスっていう、最近買ったやつなんですけど、映画のグッズにしたっていうのはこれを自慢したかった。これやばくない？やばい。あとデューンという砂の惑星という映画なんですけども、映画終わった後にもうその座席からこう立てなくなるぐらいですね、メンバーとかも引き連れて見たぐらいの映画なんですけども、これよ、マサさん。おお、いいっすね。これ超かっこいいっすね。これすごい好きなシーンっすね。この映画にすごく影響を受けて、最近我々が出したテレグラフっていうアルバムの砂地とか荒野とか砂漠とかをイメージした曲を書くようになったので、まあそういった意味でもですね、我々の作品に影響がこう少なくとも及ぼされている作品たちだなと思っております。別席のアイテムはシェービンググッズ。何を隠そう、私の髪型はこういった感じになっておりますので、頭髪はどうにも3日に一遍は剃らないとどうしても生えてきてしまうということで、ちゃんと泡でカバーをしてあげた上で T 字カミソリを使う。でその後ちゃんとこのクリームでケアをするっていうのをしないとすっごい肌が荒れちゃうんですね。ライブとかこういう撮影とかの場面においてはスキッとした状態で撮影に挑みたい。別に俺いかつくなりたいとかじゃない、もう遺伝的にコム剥げるしかねえっていうのが分かった。あ、なるほどね。だったらもう潔く髪なんかなくしちゃうって思って、かつそのタイミングでちょうどサラリーマンを辞めたっていうのが、スキンヘッドにしても誰も何も文句を言わないっていう。それこそ増田と相部屋でホテル泊まってた時とか、増田にごめんだけど今から30分お風呂入れないからっつってユニットバスのところ占領して朝一頭剃ったりしてます。6時ぐらいに風呂場見たら、なんか風呂の桶みたいな中でこうやって体育座りしてるか。全裸の俺が頭を悪いことしたみたいな。これなんだろう。続いてのアイテムはサングラスです。サラリーマンを辞めるまでは髪型がサラリーマン仕様だったがゆえに、ライブに出る時とか帽子をかぶるのがマストだったんで、その当時帽子を目深にかぶってライブをしていたせいで、あんまりこう視界がいい状態でライブをするっていうのが得意じゃなくなってしまって、何かしらこう視界の中に入る遮るものみたいなのがないと落ち着かないみたいな感覚がちょっとあって、赤ちゃんがお気に入りの毛布ずっと持ち歩いて、そうそうかもしれない。俺あれだもん、中学までお気に入りの毛布持ってたそうブランドとかあんまり興味がないというか、あんま気にしないので、どれが高いどれが安いとかもあんま関係なく、雑に一緒のカゴにポンって入れて、本当にサングラス好きな人とかって
しっかりしたケースとかに一個一個並べたりしてると思うんですけど、そういう人に顔向けはできないような保管の仕方をしてサングラスを楽しんでます。私ギター長谷部勇気のアイテムはこちら指輪です。私のおばあちゃまがですね10年前ぐらいに他界したんですけども、おばあちゃんが大事につけてた指輪 で10年前すぐもらったわけじゃなくて、うちの母親から片身の指輪出てきたけどいるって言われて、お母さんからなんか綺麗にしてたみたいな、クリーニングかなんかに出してたみたいで、それが返ってきた感じでその譲り受けました。でその時からつけ始めてて、自分の中でリングとかアクセス系はなんかハートフルなエピソードがあるやつ身につけたいなってちょうど思ってた頃だったので、すごい大事にほぼ毎日つけてます。ダイヤがね9粒ぐらい入っております。アクセスって言ったよね。アクセスって言ったアクセサリー。青バーバッコでしたね、おじいちゃん怖くて消去法。続いてのアイテムはヘアトリートメント。このヘアトリートメントはですね、クロイのヘアメイクやってる方におすすめしてもらったものでございまして、もう濡れた髪にこれをかけるだけでそれなりに出来上がってしまうという優れものアイテムに、あのヘアメイクさんいない時とかはもう揉み込むだけでなんかそれっぽくできるのでとても重宝しております。お値段もねそんな高くなく、Amazon でも買えるので切らした時とかすぐ届いて、そこもすごい重宝してる理由の一つでもありますね。あとごめん、なんかね、いやそう、なんかね、なんか質問が出てこないんだよ、ね、これはどんくらい量使うんですか。10プッシュ。すごいね。まあまあ使う。そう、あこんな感じ。あ、なるほど、白い。へこれ別にパーマ当ててる人とかじゃなくて、普通に髪の質感を良くしたいんだったら誰でも使える。あ、でもそう、寝る前とかに今度洗い流さないトリートメント的にも使える。なるほどね。こういや、待って、席使わないで誰か突っ込んでと思ったキーボード千葉のアイテムは、はい、いつものありがとうございます。コレステロールの薬ともずくです。今年の春先にですね PCR を受ける機会がありまして、血液検査で PCR を受けたんですけど、コロナ自体は陰性なんですけど、コレステロールの値がやばすぎるからすぐ病院来てくださいって言われまして、悪玉コレステロールが平均俺たちぐらいの年だと100とか120なんですよ。それが200って言われて、その日からまあコレステロールの薬をまあ処方されて、これはもう多分全員あのコレステロール高い人より先月からこっちも増やされまして、増えてるの、悪化してるってこと。あの悪化はしないですけど、思ったよりもあの数値が改善してないということです、ね。マジで。あの戦々恐々としながら生きております。食生活とかも気をつけてくださいって言われて、でそこからまあ毎晩食ってこうもずくを一杯飲んでから飯を食うようにしてたり、だいたいそのクロイの稼働がある時ってみんなで結構美味しいご飯を食べたいってい う, こう食に貪欲な5人だったんだけど、ばあちゃん最近その現場に来る前にコンビニでさ、その日一日でも自分の食事を買ってくる、はい、俺何倍でもいっちゃうよ今日。今日6買ってけど全然食うんで、おせんべいはな、食うのが。次のアイテムはオールドスパイス。まあ薄々分かってはいたんですけど、あのワーキーの方がちょっと匂うということですね。あのそんなにじゃないかなと思ってて、まあ、黙ってたらまあ彼女から、まあ、そういう時もあるっていう風になんかある日ちょっときつい感じで言われまして、スタッフさんがたまたまこれ使ってて、これアメリカのやつなんだけど、これつけたらマジで匂わない、アマゾンで買って使ってみたらもうすごい、いい匂いがするんですよこれ。あ、バスローマン。ハワイってこういう感じなんですか。な、何それ。ハワイのイメージ。これ行ったことないんだけど、ハワイってこんな感じなんじゃない。ユウキとマスダとバーチとアンディが一緒に買ったのか。いや違う、なんか俺プレゼントされたの誰かな。いや違う、お金ちょうだい。え買ってきた、買ってあげただけで。あ、そうなんです。セットで買うと安いから俺が代表して買ってる。あ、なるほどね。ドラムスマスダのアイテムはこちら、ビリー・テイラートリオスリーピングビーの CD です。中学1年生か2年生かの時にタワーレコードのレジ横にでっかいカゴがあって、こう全部500円とか300円とかで売ってるコーナーがあるじゃないですか。そこに行ってたまたま目に入って、もうジャンルももちろんビリー・テイラーって名前も知らない状態で、なんか引っかかってこう買って、で家で聞いたらジャズかいみたいな。その時やっぱ確かに UK ロックとか聞いてたからさ、これ初めて買った CD です。マジで。いやマジすごい。
母親が結構いろいろポイポイ買ってきてたね。あ、だからなんか自分で買うんでもなんかどんどん新版が家に入って流行りの音楽を買ってたの。あ、そうそうそう、バンドとかにしても自分で買う必要はなかった。そう、これがね聞くとすごくてめちゃくちゃ音がゴージャスなんですよ。これ2曲目のねパン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 、それがめちゃくちゃ美しくてね、もう聴いてる間に寝てしまうという。もう寝れない時はビリー・テイラーを流して眠りにつくと。1ヶ月ぐらい前に聞いたな。眠れてるね。たまに結構眠れてますよ。結構眠れてる。全然眠れてるじゃん。次のアイテムは本です。私はですね本をめちゃくちゃ読むんでございますよ。これが一番かな。アルケミスト、これずいぶん綺麗な本でしょ。今日自分のアイテム持ってこいって言われたのに自分がバイブルにしてる本をなくしてしまいまして、でスタッフさんに本屋さんで今日買ってきてもらうという、魂を揺さぶるいい言葉いっぱい散りばめられてますから、結構自分の生き方に影響を与えた本ですね。いろいろと人生に迷ってる人とか行動をしたいけど行動できない人とかね、背中を押してもらえますよ。どうですか。これねアンジュール、これめちゃくちゃいいよ。これもう文字が一個もなくてずっとデッサンだけで、でちっちゃい頃に読んでたんですけど、あれ誰の作品なんだろうなと思っていろいろ調べて本屋行って、でたまたま見つけたんですよ。幼心にちゃんと印象に残ってたんだ、この絵だけの、うん、いやなんかねすごい強烈で、なんかシンプルだけどさインパクトあるね。インパクトがすごい、このシンプルさでちゃんとインパクトが残っているね、うん。はい、クロイの10エッセンシャルズいかがでしたでしょうか。10エッセンシャルズさ、今までも YouTube で結構いろんな人のやつ見てきたけど、うん、こんな回なかったよ。まあそうね。そうね。何が反省点ですか。サンバイズモズクが出てこれかこれやはい、ということで10エッセンシャルズクロイでした。またお会いしましょう。バイ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 。